タリク・ベケレは、エチオピアの陸上競技選手。専門は長距離走。タリク・ベケレは6人兄弟の3番目の子であり、ケネニサベケレは、兄にあたる。兄弟ともに1992年、バルセロナオリンピック女子1万メートル金、メダリスト・デラル・ツツルと同じエチオピア中部にある、アルシシューベコジ村の出身であり、12歳の頃、陸上を始めた。現在は、アディス・アベバに、 生活の拠点を置いている。2008年の北京オリンピックには優勝したニーケ・ネニサと共に男子5000メートルエチオピア代表として出場した。2004年にはスペインで開催されたオエーラス国際クロスカントリー大会に出場。タリクはまだ17歳のジュニア選手であったが、ケニアのポール・テルガトラを下して優勝した。この年には IAF ワールドアスレチックファイナルに 初めて出場している。2005年世界陸上競技選手権、ヘルシンキ大会では、エチオピア代表として5000メートルし7位となった。2006年北京で開催された世界ジュニア、陸上競技選手権、大会5000メートルで優勝、IAF ワールドアスレチックファイナル3000メートルでも、勝利した。2007年には、世界陸上競技選手権大阪大会5000メートルに、 出場しごいとなったほか、2008年世界室内、陸上競技選手権、大会3000メートルを制するなど活躍を重ねた。2010年8月 IAAF グランプリリエティ、大会3000メートルにおいて2010年男子3000メートル、競争世界ランキング1位となる7分28秒、70を記録した。ありがとうございます。